鬼退治フェスむずすぎるやろ、これ。で、攻略もちょっと見に行ったんですよね。鬼退治フェスだけ調べて。中級の最後でもやっぱな超難関みたい。マルチでやれって書いてあった。友達作って友達とやりましょう。うちの掲示板なら募集ができるよ、みたいな。なんだよ、それっていう攻略ばっかり見てきたから。まあ、ちょっととりあえず今回は諦めるわ。おったわ、すぐりくん。こんにちは。あー、フルコン？さあ、さっき姉ちゃんとどんな話してたの聞いてたんやろ？いや、特に何も話してはないっすけどね。聞いてたんやろ。正直にいいな。そうなんだ。すぐりくんの首のほくろだけ、なんか解像度ちょっと低くない？看板、最後のちょっと遠くって、鬼ヶ山を越えたラクドの荒れ地にあんだ。山から北西に降りる。ダバ行こっか。ダバ行くべ。早く行くべ。聞いてたんやろ、すぐり。ほくろが物語ってる、それを。なんで？嘘つき。ああ。いや、だって、言うなって言われたもん。約束も、ね、兼ねるとやっぱり、言えない。なるじゃん。分かってくれよ。全部聞いてたんだろ。次の目的地は北上センターから鬼ヶ山を越えて、地獄谷があって、これ関係ないよな。あ、これだ！あ、ラクドの荒れ地だ。遠いな、確かに。いや、行くか。じゃあ、まあ、北上センターからやな。遠いね。ドガンスってさ、もう、初代から出てきてるよね。あん時ね、俺この子にね、もうシンプルに、ね、やっぱ小学生やったからさ、おならみたいな名前つけたと思うねよな。ちょっと、初心思い出してさ、うん。おなら玉とかにしよっかな。な、すまんな。ちょっと。こういうね、昔からいるポケモンが来てくれると嬉しくなるんよ。俺は。小学生の頃思い出して、あの時つけた名前で、ボックスにしまっとくわ。もう一回来るんか。怒ってるわ、やっぱ、ドガース。石つぶてってさ、確かゴローンに育ったらさ、手4本なんねよな。ね、なんか天津飯っていう名前にしたような気がすんねんな。過去作で。天津飯にしとこう。おー、これがラクドの荒れ地か。さっぱりとして。あの上とか絶対何かあるでしょ。上乗ろうぜ。この辺、お、バンバドロいるじゃん。え、バンバドロは前からいるっけ？ちょ、何が新ポケなのかっていうのが、曖昧になりつつある。あ、いいね。こういうとこにね。絶対あるんですよ。あ、目的地やし、ここが。10万馬力。はっ！全身を使って相手に猛アタックする。10万馬力か。ちょっと、覚えられるか。フルコンとか覚えられへん？ 10 万馬力。いや、誰も覚えねえわ。充電は、そっか、ステゴちゃんが覚えられんのな。まあ、でもいいかな。さあ、ついちゃいました、いきなり。ああ、なんか、うわ、サンドパンダー。こいつ何気に可愛いんだよな。なんか地味やけどさ。うわー、サンドパンちょっと、まあ、山崎パンで行くか。山崎パンはね、ちょっと連れて行きたいな。進化させたいし。誰下がってもらう？あ、サクラに下がってもらうか。コッピルはいてほしいやろ。いやー、ちょっと、ステゴちゃん、一回下がるか。そうやな。この子さん、ほっぺスリスリがあるからさ、ポケモン捕まえるときにすっげえ便利なんやけど。まあ、でもね、大丈夫やろ。この穴か。入りますか。ちゃうわ。盆作の茶碗、ある特定のポケモンを進化させる。あ、これ絶対、ヤバ茶じゃん。ヤバ茶をヤバソ茶に進化させるためのアイテムやな。やったぜ。早速手に入れたぜ。ってことは、ヤバソ茶どっかいるんかな？やっぱ、新ポケモンは使いたいよね。ヤバソ茶が入ったら、ちょっと誰か抜けてもらうことにはなりそう。可愛い子には、旅をさせるか。フルコン、先頭に置こう。戦え、フルコン。可愛い子には旅をさせよう。だから私は旅をするの。自信満々やな、お前。お祭り少女ナナミ。でも確かに可愛い。ポケカになったら絶対人気も出るし、なんなら一番好き。センチメンタルジャーニー。松本伊代の子孫やった。じゃあ改めて看板調べようか。写真撮るぞ、すぐり。後からついてきてるか。ストーキングは容認しております。ここがラクドの荒れ地。寂しい場所だよな。伝承ではこの辺りで鬼様がよく見かけられたって。看板読む前にさ、ちょっと一勝負してくれるか。
うん、まあ、しゃあないな。好きやね、勝負ごと。だば、回復する、ありがとう。ネモより結構好戦的じゃない、この兄弟。ことあるごとに勝負仕掛けてくるからな。今度はポケモン4匹ぐらい連れてきたか、すぐり。数が物を言うぞ、この世界は。なんやかんや言うても。今度、なんか、決意に満ちた目をしている。なんかあったんかな。かわいい。すぐりが勝負を仕掛けてきた。なんかボールの投げ方も可愛いよな。はいって感じで。ヤンヤンマとか、もう俺の餌食なんよ。勝ちたい。だから、ケッパル。しかし、タイプ相性を読み切った俺は、お前を燃やし尽くす大文字だ。痛い、やばい、耐えて。おー、ナイス。え、全然効かへん。マジか。思ったより強いですね。あー、間違えた。違う。こんなはずじゃ。あれ、こんなに差ある。イナリン、やけど。あー、そう、煉獄ね、 50% なんよな。命中率低すぎんか。で、この子死に出しになっちゃうね。しゃあないか。避けれることを願いながら。うわー、ちゃんとしてくんな、電光石火。確実に先手を取り、確実に攻撃を当てて倒してくる。じゃあ、まあまあ、メガタマさんの噴煙で倒そう。ちょっとレベルきつくなってきたな。頑張れ。いや、いいっすねー、強し。まあ、例年通り朝倉さんがリーフブレードでニョロボンはやらしてもらいますよ。ちょっと強なってんよな。あ、普通に強なってんな。 まずい。痛い。はあ。パワーにはパワーで対抗するしかない。頑張れ、フルコン。あ、こっちの方が素早いじゃん。やるねー、さすがエースぶっぱフルコン。いや、なんとか倒す。うわ、急所当たるか、そこで。いやー、スラッシュ。よし、ニョロボン落ち。誰おったっけな。スグリはヤバ茶とかは出してこ。ああ、大太刀か。そうだそうだ、あのモフモフのモッコモコのケムケムな。燃やすか。ポッピルにあくびしてもらって眠ってもらうか、大太刀には。よっしゃ、大太刀眠れ。うわー、出たー。一家ネズミでめっちゃ使ったわ、お片付け。でも次でお前は眠る。ね、で、ここで不意打ちなんすよ。よし、いいね。ドーンで、まずい、死にそう。うわ、強い。コッピル。はい、反動ダメ&眠り。重いな、スグリとの戦い。あ、寝てる間に山崎パンの剣の前で剣舞で攻撃力貯めようぜ。俺たちの新戦力、山崎パンの剣の舞だ。一旦は確実に眠るんやったっけ。で、次から抽選で起きるかもしれない。よーし、いいよ。もう一回剣舞積みます。おれい。なんやねこの技構成、ちょっと変えな。よっしゃ。どうしてこうなんだ、どうして、どうして、どうして。アイネクライネスグリからはカミッチュが繰り出されてきたぜ。このカミッチュってさ、カジッチュからの進化やんな。アップリューとかと別系統の進化ラインってことやね、これね。向こうの方が素早い気がするからさ、一発耐えたらこのジャイロボール、相手より素早さが低いほど強い。これ一発耐えたらこれまあまあ効くんじゃないかな。絶対向こうの方が素早いもんね。わお、爆音波で先攻撃。よっしゃ、いける。あぶねえ。ああ、そんな流れ持ってかれる。よかった、ギリギリや。少しレベル上げるか。おお、危なかった。いや、でもこれぐらいのギリギリの戦いしていきたいからな。俺が弱いから。いや、強かったよ。ほぼ瀕死ですよ。ちょっとレベル高いフルコンがおらんかったら完全に終わってました。負けちまった。俺が弱いから。だから、ケツアップ。看板さ、課題、終わらせよ。うん。すぐに、お前は強いぞ、十分。とりあえず、俺が戦ってきた奴らの中では3番目ぐらいに強いと思う。
黄昏時村の外で向こうから歩いてくる影があったなら気をつけよ。すぐさまお面をかぶって自らの表を隠しなはれ。さすれば影が人であれ鬼であれお面同士会釈して通り過ぎるのみ。もしお面を持たざる時あれば影が人であることを願いなされ。その影人であればよし、二度とお面忘れるべからず。その影が鬼であれば最後、真の表を覗き込まれたなら、そのもの魂を抜き取られ、二度と村へは帰れんだろう。めっちゃ鬼が恐ろしいものとして伝承で伝わってるけど、これ作り話やんな。当時みんなお面持ってて、それ全部作ったの、俺のじいちゃんの、じいちゃんの、ずーっとじいちゃんなんだって。本当の話？もちろん。鬼様が魂抜くとかは嘘だと思うけど、そうよな。うちがお面作ってたのは本当。俺んち代々お面職人の家系なんだって。じいちゃんもお面作れんだ。お面は？表祭りも俺の祖先がやろうって言い始めたんだと。俺、ここの看板に書かれてること好きじゃない。鬼様が怖いからって、必要以上に怖がって。村の外へ追いやって、鬼様だってきっと寂しかったはずだ。一人だけ軒物にされたから。ごめんよ。何が？ほくろ。写真さ、撮ろっか。いや、ごめんわな。なんか、黙っててごめんなってやつやったんけど。うわ、物うげじゃん、すぐに。もう話してええか、じいちゃん。どうせ知ってるしさ。聞いてたしさ。これで課題はおしまいだ。俺、ポケモンっ子さんもっと強くすっから。帰るね。すぐに。課題終わっちまった。すぐりとの旅もこれで終わりか？公民館で休もう。ちょっとさ、回復ってしてくれないんかい？戦う前は回復してくれんのに。まあでも買えるか。とりあえずさ、山崎パンのレベル1個だけ上げよう。すぐに進化するっしょ。サンドパンにはなってもらおう。山崎パンが進化するぞー。春のパン祭りじゃ。かっこいい。サンドパンかっこよくない？あれこんなかっこよかったっけ？え？ちょっとファンになりそう。時は皮膚が硬くなったもの。おう、まさに10万馬力覚えるじゃん。覚えさせよう、サンドパンに。どうする？穴を掘る、一回覚えさせてんけど、これ外すか。ね。ちょっとさ、鬼フェスやってこの辺の餅が結構手に入ったからさ、瞬発の餅を、この子に使って、ちょっと素早さのキスポイント上げちゃおうぜ。あ、そっか、浅くなって、この子リーフの石で進化するんだ。いいじゃん。行こうぜ。進化先へ、浅くらの様子が、どうなんの？俺初めてやから普通に。あ、そっか、ダーテングになんねんな。ダーテングは知ってる、ポケカで。悪さをする鳥ポケモンが神の罰を受けてくちばしと翼を取り替えられた伝説が残る。な、結構今回のストーリーの場所に合ってないか、ダーテング。ちょっと若干可愛さは劣るかもしれないけど、いやでもサンドパンが思ったよりかっこ可愛いんだよな。ちょっと特殊なパーティーで、じゃあ続き行ってみましょう。今日はもう休もうか。はい。翌日。来たよ。あ、この子、ゼイユと一緒に旅してたモブの子やんな。うっす。ゼイユさんから伝言で家で待ってるから、早く来てほしいんだって。わかったよ。なんだ、ゼイユ。お前。まあ、わかるよ。気持ち。パルデアでね、チャンピオン取ってきて、こっちでもサクサクとミッションをこなしていくその姿に。いや、わかるよ、ゼイユ。だけどね。いや、ちょっと残念ながらね。俺にはすぐりがいるから。しかもさ、ネモもな、向こうの世界で待ってるしな。何の話や？フルコン、遅い！すぐが起きてこないうちに話しちゃいたいの。オーガポン様のお目を直そうとしたんだが。完全に修復するには一つ素材が足りなんだ。じいちゃんが言うにはさ、テラス池に沈んでいる結晶のかけらが必要なんだって。
おめえ今のまま返しに行ってもいいけど、綺麗にして返してあげたらオーガポンもきっと喜ぶわよね。優しいね。優しい顔してる。本当の話聞いちゃったらさ、オーガポンにいい思いしてほしいもん。その気持ちにきっとオーガポン様も喜んでくださるはずだ。でしょう？ぜひ行こう。おじいちゃんおはよう。おお、すぐり。すぐ、あんた、今日はどっかい、はいはい、勝手にすれば。ああ、なんですって？よ、あっから。あ、すぐりの心が離れてゆく。あいつ、昨日からなんかへそ曲げてんの。夕飯も食べずに部屋にこもっておったな。ま、思春期だし、そういうこともあるわよね。気づいてやってくれ、ゼイ。あ、かわいい。すぐがフルコンにべったりだと動きにくかったけど、むしろ好都合。テラス池は鬼ヶ山の頂上にあるのよ。よそ者が山に入るのゲゲーって感じだけど、ま、あんたならいいわ。化粧のかけら求めて山登りにレッツゴーよ。こういう時だけね、よそ者の都合よく使われんのよな。アルセウスの時もそうだったわ。なんかね、よそ者はやたらとお使いをさせられたか。まあ行くか、テラス池の方。なんか、すぐの心が離れてるのがすげえ気になるけどね。おお、綺麗、テラス池。テラスなんておしゃれな、バーテレンの言葉使ってるからどんな場所かと思ったら、お、キラフロールのテラスタルいるじゃないですか。まあでもいいかな。キラフロールはね、もう育て、ドーミラーに、新しい子おるかな、ドガースに、マグマックも捕まえたんだよ、さっきもうすでにね。ん、なんだこの穴は。あー、落ちた。ちょ。これ上戻れねえ、テラス池。あー、戻れるわ、よかった。びっくりした。あー、でも今の穴、え、ちょ待って、落ちたらさ、なんかあるんかな。ちょ、もう一回落ちてみよう。戻れることが分かったから何度でも落ちよう。ここもなんかあるしな、みたい。さあ、ホールインワン。ドゥンで、穴落ちて、さあ、ここには何もないな。あ、なんかある、なんかある。この横穴、レアでしょ。なんかおるぞ。誰だ君は。なんだ君は。はい。名前はメレシー。何、知らん。本当に知らない子や。とりあえず、煉獄で、やけど、来い。うわ、来ない。当たんねえ、煉獄。あ、やばい、しかも、岩系や。即死や。しゃあ、メレシー捕まえた。この子さ、戦ってる途中に検索したらさ、ソードシールドからの子らしいねんけど、ソードシールド俺がやった範囲では出てきてなかったと思うねんな。DLC やってないからそこかな。多分ね、高温高圧の地下深くで生まれる。宝石の部分からビームを放ち身を守る。めっちゃ硬かったんだよな。この子連れて行きたいな。可愛いしさ、ウサギっぽくて。よし。雪うさちょっと連れてこっかな。この子強いよね。どうしよう。いや、ちょっとメガタマさん下がってもらうか。ヒーヒーでさかぶってるしね。しゃあない。雪うさくん、いらっしゃいませ。メレシー進化はしないんやね、この感じ。よっしゃ、ここに飛べるようになったから、一回ポケセンに変えるということもできてね、楽だったわ。いや、メレシー入ったんでかくない？めっちゃ強かったぞ。今後の攻略がすげえ楽になりそう。ゼユさん来たよ。フルコン来たのね、見てみなよ。なんだ？おう、ここがテラス池。綺麗で驚いたでしょ。君の方が綺麗だよ。この辺の岩ってなんで光ってんのか不思議だよね。この辺りで死んだ人に会えるとか変な噂もあるぐらい。お目を直すため、水中に沈んでる結晶、ちょっとだけ取ってこないとね。あ、これがいるんや。というわけよ、フルコン、やったれ。別に、ここまで来たんやったらやりいや、ゼイユ。自分が飛び込むの？もう両方言いたい。続けて言え。だって私泳げないし、服が濡れちゃうでしょう。あんたすごいライドポケモン持ってるらしいし、いけるって。うわ。地震？クリオヘラシャ。ちゃう？新ポケか？なんだ？お、白竜っぽい、ミロカロスだ。いらっしゃいませ。おお、
モンド無用で戦うんやな。ゼイはモルペコを繰り出した。こいつ強そう。私がいてよかったわね。ミロカロスやんな。そうやんな。おお、やった。でもちょっとレベル高いね。この子捕まえられるんやろうか。とりあえず煉獄でやけどにできるか試します。頑張る。うわー、やりすぎやりすぎ。ちょっと待って、当たるな煉獄。弱ってきてる。一気に畳みかけるよ。待てゼイユ、煉獄当たるな。竜の波動でなんかいっそ倒れる稲荷。煉獄当たるな。おーし、外れた。ナイス。これ捕まえられんのかな。ボス戦やから無理かな。おお、怒った怒った。ちょっと、あ、なんだ、やっぱ投げれないか。もの、じゃあしゃあないな。てかもうモルペコが全部倒すわ。強っ。うわー、ミロカロス捕まえたかった。あー、びっくりした。ここさっきみたいなのたまに出てくんの。あんたって味方だと楽しいわね。すいません、何もしてないです。煉獄外しただけっす。これが苦笑い。あ、ね、それってミロカロスが結晶持ってきてくれた。やったー、こんだけでええんか。姉さん、テラス池に沈んでいるく、光り輝く結晶のかけら、さっきのポケモンにひっついてたのかも。池に沈む結晶、このエネルギーはやはり。なんで来たんや、ブライトさん。前世、おや、フルコン君にゼイユ君ペアをチェンジしたのかな。なんか皮肉が効いてますね。あんまここ地元の人以外は入るのやめてほしいんですけど。神聖な地であることは理解しているよ。一応管理人さんには許可を取ったのだが不足だろうか。何してるんですか。ちょっと管に触る感じやな、ブライヤさん。ちょっとした調査さ、テラス池の水質に興味があってね。お、ブライヤさん、水道局の方ですか、あなた。私も一時期行っておりましたよ。ビンゴだったよ。なぜかわからないが、テラス池の水はテラスタルエネルギーと同じ波長を持っているんだ。この理由を解き明かせば、いずれパルデア以外でも、テラスタル現象は安定化できるかもしれない。はあ。私たち急いでるんで。帰るよ、フルコン。ゼイユはテラスタルエネルギーがどうとかこうとかに全く興味ないんやろな。まあ、そらそうか。パルデア以外でもテラスタル現象を確立できれば、テラパゴスに一歩近づけるはず。ああ、あなたの目的はそれですもんね。ほっとくか、この人は。じゃあ、戻んべ。そういや、俺、ミロカロスもなんで知ってたんやろうと思ったけど、ポケカやな。やっぱ、ポケカは俺に知識をくれてるわ。知らなかったポケモンも。じいちゃん、取ってきたよ。フルコンさん、ゼイユ、すまない。え、何？何？鬼様のお目を。盗まれた？壊した？濡らした？食べた？すぐりが持って行ってしもうた。ああ、なんですぐが。あんた、鬼のこと喋ったの？まさか！喋ってない。だけど多分聞いてた。いや、ごめん、あんたが言うはずないよね。すぐりはお面を持ってトモッコプラザへ向かった。きっとお前たちが追いかけてあげるのが良いだろうな。すぐり、思い詰めるな。すぐり、何する気や。割るんか。何する気や、マジで。おーい、すぐりいた。すぐり、何する気だ。お面つけてんのか。フルコン、すぐ、あんた何してんの。二人は知ってるよな、鬼様が本当は悪くないってこと。もしかしてずっと知ってた。悪いのはトモッコたちなのに、みんな鬼様をのけものにした。知ってたんだ。姉ちゃんたちも同じだよな。俺をのけものにして内緒で鬼様と会ってた。あ、でもやっぱ怒るんや。ごめん、でもそれはたまたまなんや。そうなんや、昔の村の人たちと同じだよ。俺が鬼様のことどんだけ好きか知ってるくせに。表では知らんぷりして裏では俺のこと笑ってたんだ。違うって。嘘つき嘘つき。あ、闇落ちすぐり。
すぐ、あんたどうしたの？今日なんか変だ。すぐ、フルコン、俺と勝負して、フルコンが勝ったらおめえは返す。しかし、だから、勝負しよう。何？どうしてもなのか。お前が勝ったらないんかな、もう。どうしても収まらねえんだ。イチさん、ついて。俺、全力でぶつかるから。何回戦うねお前と。でも俺には新しい仲間がいるぞ。大丈夫か？あの辺回ってたらミロカロスも仲間になったんかな。連れてきたらよかったかもしれん。うわー、進化してる。いやー、ヤンヤンまでも結構大変やったのに。悪いとは思ってる。でも譲れない。目が決まってるもんな、すぐり。そんな瞳大きくできるんか。その技女の子に教えたれ。モテるぞ、大文字。虫さざ強い。効果は今一つで、その威力まずい。普通に負ける、これ。このエアスラッシュでいけるはず。あ、でもこの人も飛行ついてるから、うんたらとかある。強いね。だけどこっちもね、努力値振ってんすよ。いや、いいフルコンが大活躍。まだ挽回できる。ガンギマスグリ、ヤスラだ。いやー、早いね。こっちも AS に振ってんのよ、確か。いけ、ヤスラ。ドゥン。うん、なんとか処理。え、でもこのペースやったら勝てなくないか。まずい、間違えた。間違えないよう、しっかり指示さ、出す。うわ、でもここならさ、このタイプ相性、あー、どうだ。効果抜群。今の聞いてるよな、フルコンに勝てる、勝つ。いや、メッセージ聞けた。お前、それが聞きたかったんや。だけどそんな余裕はなかったかもしれない。朝倉出すか。雪うささんも岩やろ。あ、でもダーテングにレベルアップしてるし、どうやろう、強くなっててほしい。うわ、そうだった、この子格闘技覚えてんねんな。雪うささんよく耐えた。やばい、悪タイプが多すぎて格闘に弱すぎる。うちのパーティー、グライガー、そんなんおらんかったかな。いやー、これは終わったな。お、大量発生の夜のずく。そうやな、空タイプが我々には必要なのでは。君が必要なんじゃないか、俺たちには。よし、ヨルノズク君、俺たちのチームに入らないか。あ、ヨルノズクノーマルあるんか。ってことは、飛行と打ち消しあって格闘は普通って感じ。まあでも、飛行タイプ得意なのは助かるから、この子連れて行こうかな。まあ、フクロウといえばやっぱね。フータにしよう。よし、フータ連れて行こう。んでやな、ちょっと朝倉さん抜けてもらうか。草技がなくなんのもね、痛手ではあるんやけど。でもコッピルいてほしいねんな。ちょっと一目惚れで可愛かったしね。稲荷もやっぱ可愛いから、そうやな、朝倉抜けてもらおう。結構能力的にはダーテング普通にいてほしいんやけどね。お、鬼フェスで遊べるステージが増えました。なんでや。あー、北上のパワースポットを追い求めていくと、あ、北上6線。ここで鬼フェスできるようになるんか。あー、やりやすい場所とかもあるかもしれんな。へぇ。あ、カビゴンおるやん。へぇ。ちょっと横通らしてもろて。あー、あかんみたい。俺さ、ポケモンスリーパー使ってないのよな。なんかさ、寝る前にスマホを触ってセットせなあかんっていうのがちょっとできなくてさ、うん、ポケモンスリーパーすぐにやめちゃったんだよね。というわけで、カビゴンさんにも今作では眠っといてもらおうかな。格闘でボコボコにされるしな、カビゴンも。そうなんだ。格闘、おー、ニューラ様いらっしゃいませ。まず初手は、フルコンは何でも持ってる物語の主人公みたいだな。どうした急に。あ、なんか、劣等感刺激しちゃったかな。ごめんよ。さあ、ニョロボン対策の、フータが、
お前を襲う。行け、フータ。お前ならやれる。さあ、相手の格闘技もノーマル普通にしか食らわないからね。まあ、あ、でもそっか、ムーンフォースも効くんであればムーンフォースの方がいいか。まあ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 、でも結構効くな。そんだけしか効かないの。うわ、それ想定外やな。ちょっとなんか間違って別の攻撃してきてくれへんかな。すごい傷薬で回復して、はい、んで、いやー、瓦割りしかしてこんな。じゃあやられ倒れするしかないか。しゃあないな、向こうの方が早いしね。やるなお前、ニョロボン強いな。どうしよう、あの人より早い人がおらんねんな、こっち。いや、フルコンで耐えて倒すしかないな。しゃあない、いけ、一発は耐えるから。エアスラ当たれよ、頼むぞ、今度こそエアスラ当たってくれ。なんならひるんでくれ。頑張れ、ひるめ、ダメか。まあまあ一発、はい。でここはもう確実に当てたいので、まあシャドーボールやな。いけ、いやー、フルコンがいてよかった。ニョロボン対策に連れてきたんやけど、ちょっとレベル的にも足りなかったかな。ううだと、あ、そっか、まあ普通にコッピルならなんとかなるか。弱点特に疲れないもんね、格闘技を使ってくるわけじゃないからな。まああくびで一回眠らせんの安定かもな。はいはい、波乗り倒れやせんやろ。うわ、まあ、強いね普通に。眠ってくれー。んでやね、もう俺傷薬普通に使っていくわ。ん、まあまあこんなもんやな。ん、お、なんだ、何今の。え、なんかこっちが攻撃したら反射で食べてる魚投げつけてくるとか、そういうのがあるんやっけ。え、俺ウとも戦ったことないな。剣盾にいたよね、ウって。よっしゃ、ちょっとまあでも攻撃力を下げとこう。 OK、 んで、まだ眠っててくれよ。どうだ、あ、起きたか、残念。おい、波乗り、お、あ、ピカチュウ食ってる。あれもなんか聞いたことはあるけど見たことなかったから嬉しいな。ランダムのやつか、あれ。レイビーでいけ、おりゃ、いいよ、いて。いや、まひられんの、まひるみはこっちのお家芸なのよ。ピカチュウ投げられてまひになんねよな。グライガーって飛行ついてるよな。だから山崎パンで行って、んで今落としてやったら効くんじゃないか。よっしゃ、ストーンエッジ、あ、効かないか、そうですか。あ、そっか、地面かなんか、地面か岩かなんかあるからか。一回剣を舞う、はい、剣舞一回積むのよ、ここでしっかりと。んでからのストーンエッジなわけ。もう一人相手おるのよな。はい、いけ、ストーンエッジ。うわー、倒れないか。もうね、俺回復使うよ、俺は。あぶねー。さあ、で、攻撃力が上がった状態の山崎パンがなんとかしてくれる。神っちゅを、神っちゅな。まあ、このまま行こう。あ、でも神っちゅって草やから、草ドラゴンとかやんな多分。まあ、何も効かへんよな、ちょっと。まあでもストーンエッジで、うわ、まずい。いや、マジか、外すんか。いやー、一発当ててほしかったな。これはもったいない。イナリン一発耐えるかな、どうやろう。この渦入れて、はい、外す、マジ、これは苦しい。
いや、炎渦入れて一発耐えてから、これで直すつもりやったんやけどな。簡単の薬をフルコンに使おう。しゃあない。いや、炎渦入れてからっていう予定やってんけどね。さ、結局フルコンが頑張るっていう構図になっちゃうな。ほんまに、君がいてくれてよかったわ。まあ、レイビー、凍らんかな、ワンちゃん。いやー、出たなー。麻痺直すか。いけ、レイビー。これ。あ、倒した。強っ。フルコン様様やな。あかん。なかなか強いね、スグリエ。そんなに短期間で強なんのか。どうしても届かない。それがお前の本気か。賞金結構安いな。う。うわー、どうした、壊れちゃった、スグリ。あ、スグリ、お墓殴んなよ。そりゃ痛いよ、そりゃ。バカじゃん。すぐ、大丈夫？約束だから。ああ、緑の目を返してもらった。ありがとう。鬼様によろしくな。すぐ、私、あんたに謝ら。帰る。すぐ！一緒に行こうや、すぐ。ごめん、いつもあんな子じゃないんだけど。男の子の思春期ってみんなあんな感じ？いや、違うと思うよ。闇落ちしてるよ、あれは。だよね。思春期でグレるとか経験ないし、参っちゃうわ。軽いな、姉ちゃん。なんか聞こえない？トモッコ像から？は？殴ったから？怒った？短期。何した、すぐに。ああ。これ。あ、復活しちゃった。多分。すぐ。何した、すぐ。何なの。あ、やっぱり。いいね、犬来てんじゃん。このビジュアルは見たことあるぞ。はい。後の名前忘れちゃったけど、いいね、犬以外は。トモッコ三兄弟が。復活しちまった。なぜ？え？え？ええー？ヌンダホー。マクシキア？何？ひそひそひそ。普通にひそひそ話すんのかよ。え、何？軽いな思ったより。マキシャキチチヌンダホー。帰ってった。野党三姉妹、ちょっと思い出すな。なんなのよー。いや、復活しちゃったけど。これ良くなくない？村襲うでしょ。そやんな、村に向かってるぞ。どうする？あれ、なんだったのよ。え、トモッコじゃない？なあ。確かにトモッコかも。3匹揃ってたし、悪い顔してたし、象の下で眠ってたんだよね。なんで生き返ったんだろう。すぐりのパンチ。あいつら、北上センターの方へ逃げていったぞ。なんかやばくない？追いかけるよ、フルコン。うん、うん、うん。急展開すぎる。